皆さん、お忙しいところ、本日は当館に足を運びいただきありがとうございます。これより、当館の第24回企画展、5000年前のモダンアート、中期縄文時の世界の記念講演会、縄文の楽しみ方を、開催いたします。講演に先立ちまして、講師のご紹介をいたします。本日は、フリーペーパー、縄文人編集部より2名にご講演をいただきます。まず編集長の望月明秀さん。望月です。よろしくお願いします。望月さんは書籍の装丁や雑誌のデザインを行う、株式会社リソルデザイン事務所の代表を務めていらっしゃいます。その傍ら、初回の縄文人のためのマガジン縄文人、縄文とそれからマガジンの人を合わせて、縄文人というフリーペーパーですけれども、こちらを2015年から刊行し編集長を務めておられます。近年では著書も刊行されておりまして、昨年に角川文庫で文庫化された縄文人に相談だ、それから、縄文を愛した放浪の画家を追ったですね、美濃牛放浪などといった著作を上司されております。そしてその隣、編集部員の川亀太郎さんです。川亀太郎と言います。よろしくお願いします。川亀太郎さんは一般の会社員の方ですけれども、このハンドルネームの通り、川亀看板の縄文巡りにハマってフリーペーパー縄文人の編集部としても活躍されております。そして車を使わない公共交通機関を駆使した縄文巡りのエキスパートであるとお聞きしております。よろしくお願いします。今回はこのお二人に学問からは少し離れてですね、砕けた形で縄文時代の楽しみ方の作法をお話しいただく予定です。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フリーペーパー縄文時代の持ち主と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さんにも手元にお配りしたペーパーなんですが、特に今回ので10年というわけではなくて、以前ちょっとこういう縄文の楽しみ方的なちっちゃな冊子を作ったりとか、コピーしたやつを付録本的な感じでお渡ししたので、後で読みに行くのでは、今日の話す内容もそういう話になると思います。あと、もう一個なんか変なスケジュールがついていたと思います。これも特にこのように行動してくださいというわけではないんですが、僕らが縄文巡りをするとき、こういうふうな予定を立てているというので、車を使うかと、公共交通機関を移動してください、歩く方を2つご協力を用意していただきましたので、これも後で見ていただければ。今回、縄文時代の楽しみ方というテーマで、講演をさせていただくことになったんですが、いつもこれを自分からこういうテーマで話したいというふうに、カメラパスの方に言って、こういうテーマにしたんですが、なかなかこういうテーマで話すことそんなにないと思うんです。研究の発表とかそういうことは結構あると思うんですが、縄文ファンの目線で縄文時代を、僕らはこういうふうに楽しんでますよみたいなことを今回お話ししたいと思います。で、僕は縄文人というフリーペーパーを作っていて、そこでは、こちらの川上さんには、縄文人の中で変な企画をやりとってて、ちょっと返してください。読んでいただいているのが、縄文に関しての記事じゃない記事は、楽飲まれるみたいな、知識もいらない。はい、いや、前回で言うと、石皿の広告みたいなレシがあったんですが、それは僕のあれで石皿へ参り、そうですね、こういうのやりたいんですか、はい、その前は確かなんか、伊
跡の名前が変なの。変な名前の遺跡。変な名前の遺跡をみんなで集めて、それを書いて、落としてきました。で、あの、別に本業は普通の会社です。ちゃんとした、ちゃんとしたっていう、はい。本当に一部上場っていう会社です。なのですが、で、あの、名前の当時、いろんな顔はめ看板に顔をはめていて、生きてるやつはテクニックがありますから、2つはめてこう、例えば、出産、出産の、産む方も生まれるぐらい、はい、これあの、今回来てるやつ、あのレプリカは置いてあるのではないですか。ではないです。ではない。はい、これ山梨ね。山梨の、ペリント王国。今回、下にあの同じような出産の部分、津南の署前の、山梨の北斗市のやつが来てますね。出産してるというのが、ダブルで顔をはめられているんです。あの縄文の考古館とかって、意外と顔はめ看板って多いんですけど、皆さん多分、興味がないからスルーしてるだけだと思うんですけど、ぜひ、この注意見ていただければと思います。まあ今回の、まあ、テーマなんですけど、縄文の楽しみ方って、最近やっぱりちょっとずつ増えてきたなというふうに思っていて、僕がまあ、いろいろ、もちろんもともと縄文時代の時をすごく楽しんでいる方はたくさんいたと思うんですが、だんだんなんかいろんな角度から楽しむ人たちが最近増えてきたんじゃないかなと思いまして、最近あのちょっと別の企画で縄文ファンってどういう人たちだろうというのを、まあ、図式化してみようというのをやったことがありまして、ちょっとまあ小さいと思うんですが、まあ、どういうところから縄文に好きになるかっていうのを思いつく限り書いてきたというのがこの図です。で、やっぱり博物館とかそういうのをもともと好きだとか、まあ、地域 の、 あの郷土史だったりとか、まあ、日本史とか世界史の流れの中で非常に好きになっていく人たちとか、まあ、近くに高校館があってそこがすごく良くて通っている人たちももちろんいますし、で、まあ、別の方向から見ていくと、やっぱり古くは岡本太郎さんから縄文が好きになっているんでしょう。結構僕の感じ方にもかなり多かったの、まあ、美術系とかそういうので言うとかなりその辺が岡本太郎さんの影響で縄文の面白いというふうに、になっていく方はやっぱりかなり多いですね。複合的なのもありますよね。どれか一つなんですか。あ、もちろんですね。これが一個、一人一個というわけじゃなくて、なんかいろんな、もっと複雑にこれとこれが好きだったので、これに縄文が好きになったという人は一回いる。最近増えてきたっていうとですね、これの図でいうと右下あたりがだんだんこう細かく増えてきたなっていうふうに思って、まあ、時のデザインにすごく興味がある人とか、まあ、ポップカルチャー、まあ、漫画だったりとかアニメだったりとか、それこそ諸星大成とか、そういうものからちょっと気になっている人だったりとか、小説とか建築とか衣装とかファッションだったりとか、最近ではもうタトゥーを着て好きになっている人だったり、まあ、音楽を見るとそうですし、アウトドアのフィールドに出ていくことで縄文でも好きになっている人たちも結構いるなと。でまあ、手前にそうですけど、縄文さんっていうのも入れちゃって、その
本当に多岐にわたるところから、もうファンというのが増えてきたなというふうに、僕としてはなんか観測しています。音が小さかったですか？ですね、これは縄文人のノートという、SNS、ブログみたいなやつに載せていますので、もしよかったら後で見てください。細かく解説はしています。でその後に、縄文ファンになった後にどういうふうな楽しみ方をする人がいるのかなというのも、それも分類分けしていました。これも一人一つというわけではなくて、いろんなこう複合的になっていると思うんですが、言ってみれば鉄道ファンとかそういうのってすごく細分化しているんですが、乗り鉄だったりとか取り鉄だったりとか、いろんな鉄が自己表だけで、自己表だけでとか、そうですね、録音して楽しむ音響派の なんですかね、聞き鉄ですか、なんですかね、そういう人たちもいるので、ジョン・ファンも実は結構細分化してるなというのがあって、土器とか土偶とかそういうものに、左側の推しっていう部分がどういうところを見てるのかなっていうところなんですが、土器とか土偶がやっぱり多くて、その後に石器だったりとか、遺跡が好きっていう人もいますし、歴史として面白いっていう人ももちろんいて、それ以外の何かももちろん人それぞれだと思うんですが、ただ他の歴史と違った部分がちょっと小さいんですが、存在しない推しっていうのがあるんですが、人物と事件っていうところで好きになっている人が、縄文に関してはほとんどいないだろうなと。もちろんなんかこう現象として遺跡から出てくるものとしてこれは何かあったんじゃないかなというのは推測できることは結構あるんですが、年号を覚えるのもめちゃくちゃ楽です。年号を覚える5000年前、そう、中期だったら5000年前だったりとか、後期だったり4000年前とかって覚えられるんですが、なのでただやっぱり固有名詞が絶対的にわからないので、人物っていうのが見えないのが縄文の特徴かなというふうに思っています。で、この土偶とか土器とかそういう中でもどんどん細分化はしていて、土器は土器でもやっぱり中期だよね、今回展示されている、中期の土器が好きな人も、それも中部高地の中期の土器が好きだっていう人も、造形的なやつ、造形見てすごいなって思います、好きな人が多いです、そうですね、勝坂式とかそういうの今惹かれる人もいます、土器とかで、土偶が好きな人ももちろんいるんですけども、それも時期とか時期とエリアでまたちょっと細分化していたりとか、当然それしか見ないっていう人はほとんどいないと思うんですが、好きな推しがそこにあるんじゃないかなというふうに思います。で、土器も前期がいいとか早期がいいとか、川上さんは、前期が早期前期、ね、早期前期がゲラでこう一気にこう並べられるのが素敵に大好きです。そういう人もいるんですよね。で、後でちょこっとだけ紹介するんですけど、僕らの共通の知り合いの縄文ファンの中に顔面取ってっていう縄文中期の中部高地の、土器に土器に付けられる顔、さっきだと顔仮面の顔仮面ってことですか、これですね、実際は顔じゃないですけど、
が、まあ、断面取ってっていうんですが、それに本当にそれが出たら必ず行くっていう人もいたりして、この何を見るか何を好きになるかっていうところにもかなり細分化されているな、まあ、この中じゃなくても、まあ、お墓好き、お墓好きっていうとあれですけど、まあ、お墓にこうすごい興味を持つ人もいますし、墓の形式とか、あ、そうそうそう、最近つい昨日ぐらいに元歴博の山田先生が万丈集骨堂が新潟に出たって言ってツイートしてて、おおってちょっとなんか盛り上がってましたね。すごく盛り上がる話題ですけど、皆さんは盛り上がってるかどうか分からないですけど、万丈集骨堂どうですか、皆さん好きな人いますか？あ、一人僕も知り合いで死んだらそうしてくれって言ってる人いますけど、あ、僕もなんかそういうツイートしましたよ、ね、の今朝方もう死んだら万丈集骨堂になりたいな。井桁に組んでほしい。大体骨でしたっけ？大体こう、運動の形で組んだ中に、他の骨を入れて、頭蓋骨を置いたりとかです。しかもそれをこう、死んですぐじゃなくて、一回こう、掘り起こしたらもう一回、まとめてやるみたいな。やっぱり一回こう、肉が完全なくなってから、骨だけを一回、さらに、まあ、再装をそういう、まあ、特殊な埋葬の仕方が、本当は三河の渥美半島とかでしかほとんど例がなかったものが新潟で出たって言ってちょっとざわめき、激烈な話ざわめいていたんですよ。それに対して中学生の古墳王子がすごい専門的な質問してて、本当にあいつは中学生なのかってできる人は違う、結構違うな。その後に僕は僕も死んだら家に組まれたいなとか言って一人じゃできないですか、ね、一人じゃできないですからね。で、まあ、そういう、こういろんな好きな種類の推しみたいなやつが皆さんあると思うんですが、それを楽しみ方はもうまた分類ができるかなと思っていて、やっぱり一番多いのは企画、考古館にとか博物館に見に行くのが、まあ、一番多いかなと。ここに来ている方々はきっと、まあ、そういうところが あるなというふうに思いますね。実際に企画展があったりとか、まあ、常設展示だったりとか、そういうのも見に来たりとか、まあ、各種シンポジウムがあったりとか、まあ、そういうのに参加したりとか、まあ、発掘作業とか、伝説とか、そういうので、まあ、楽しむというのも一つ大きいですし、まあ、もっとなんか、もうちょいもうプロっぽくなっちゃってる人たちも結構いらっしゃると思うので、まあ、研究者方の人も、ファンの中にはいるだろうな。で、さらに、実践型の人もいて、それはもう石器を作ったりとか、実際に土器を作るとか、そういう人たちもいて、それはもう、僕とかは本当に全然土器とかを作ったりはそういうのしてないんですが、石器もできないですし、まあ、されてる方々もいっぱいいてですね、なんかすごい羨ましいなと思ったりします。さらに、でもあんまり見に行かず、まあ、本とかそういうのでまあ楽しむ人ももちろんいていいと思いますし、まあ、SNS とかでつぶやくために見に行く人たちもいてもいいと思いますし、なんか いろんな楽しみ方があってもいいんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、だんだん2018年の東博でやった縄文展の後、全然ブームとかにはなってないんですが、着実に少しずつこう裾野が広がっているなというのは感じていてですね、特にまあ SNS とかで見ていくと、結構もうそういう縄文好きな
人だなっていうような感想も結構増えてきたなというか、もうここ3、4年で結構顕著に増えてきたなって感じしますよね。ハードルが下がった感じ、ハードルが下がった感じありますね。そう、それで、まあなんかこう縄文ファンに、まあこれは冗談ですけど、まあ縄文ファンに、縄の、あ、そう、縄の段ですね、はい、縄文ファンになることを、まあ鉄道ファンはてっちゃんとかすごい言うんで羨ましいなと思っていて、縄文ファンのことは何て言えばいいのかなっていうふうに考えたら、まあ例えばですけど、お縄を頂戴するとかいうふうに言えば結構縄文ファンになったと捕まっちゃったなみたいな感じが出ていいかなってすいません、冗談です。というのはどうでしょうかって話ですね。で、実はこの中で、まあ、一番大きな緑色にしているのが巡礼型っていうことにしているんですが、まあ、一番この熱心に縄文を見に行くというか、土器とか土偶を見に行っている人たちで、まあ、一番のボリューム層と言ってもいいかなというふうに思っていてですね。ボリューム層ですか？実際にそんなに数が多いわけではないと思うんですけど、でも皆さん結構日常的に考古館に行かれている方ってどのぐらいいますか？あ、亀井さん。僕らもお勤めの方以外お勤めの方は、まあ、日常的に行ってますけど、まあ日常的じゃなくても、まあたまに行くよぐらいの人は結構巡礼型かなと思うんですが、まあ、一番こう楽しみ方としては王道なんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ巡礼型って言っちゃうとあれなんですが、まあ、例えばもうアイドルとかそういうのも結局のところやっぱ現場に行くことがすごい大切というふうに言われていてですね、まあやっぱり推しにちゃんとこう向き合っている姿勢っていうのが、まあファンとしてのこう姿として、まあ一番いいんじゃないかというふうに、まあ、彼らも思っているというか、なので、まあ、巡礼型の人っていうのもそういうところがあるかなと、ちゃんと見に行っている。で、行くというのって結構大変じゃないですか。近場だったらいいんですけど、時ってやっぱり一日仕事になっちゃったりとか、なんで、まあそういうのでこう、一日をこう縄文に費やせるっていう、そういうことが、まあ、ファンの姿として、尊敬を集められるんじゃないかな。誰の尊敬なのかっていうのは分かんないですけど、まあ、でも実際まあ、目的は土偶だったり郷土のこう歴史とかでもいいんですけど、結構会いに行くと分かることってすごい多いと思うんですよね。写真って写真で見ることも結構あると思うんですけど、でも見てみると結構違うんですよね。写真で見たものと実際に考古館とか博物館で見たものって全然違うなというのはいつも思うことで、まあ実際にさらに言うと、まあ照明とかでもまた変わってくるんで、展示してるところも全然違うんですけど、やっぱ土の色とか土器の色とか、もう写真で撮るときもいくらでも変えられるので、なんかちょっと全然見た方が雰囲気はより分かるなりますね。まあ、あとはたまにやっぱり土器も有名なやつだったりとか、土偶ももうすごくこう名前に知られているような土偶は出張が多いタイプの、まあ、方々もいると思うんですが、それが結構なんかいろんなところで見ることができるんですけど、順番で見るっていうのは結構いいですよね。
緒にいるっていう安心感がなんとなくその時にあるというか、本当にもう借りてきた猫じゃないですけど、ね、外に借りてきた動機だけど、そうそう、実家にこう帰ってる感じがとても大きいですね。いい感じで見られる、うん、ちょっと気が抜けてる感じがする。展示もなんかこう展示もあのちょっと暗いあんまりこう一点で展示とかそんなにないかもしれないし、なのでなんかちょっとやっぱり地元で見るっていうのはすごいいいかなというふうに思いますね。で、まあ土器もそうなんですが、まあそれとまたちょっと矛盾するんですけど、こういう巡礼型の見方をするときって、まあ企画展と常設展っていう見方があると思うんですが、企画展でまあ結構動機としてはそれで行くことが多いですよね。これが今やってるから行かなきゃ。そう、でもその企画展って皆さんが持ってる企画展と僕が持ってる企画展は多分全然違うと思うんですけど。え、違う。なんかいろんな遺跡の方が来て大きな企画展が多分。はいはいはい。常設その公募館の中でもちょっとテーマ展みたいな、はいはいはい、僕はむしろそっちを目指していくところなので。でもそんなのどこにも告知されてなかったりするんじゃないですか。でもその毎日インターネットで縄文スペース常設とか縄文スペース特集とか縄文スペースとか縄文でも先に出てこないといけないので、はい、考古館スペース特集とか考古館展示とかでずっと検索してるんですよ。引っかかるものがいくつか。毎日のようにルーチンやってるんです。さすがですね。それはちょっと僕はやってなかったんですけど、まあ企画展をチェックして、まあ、企画展を見に行くついでに常設も見るみたいなのは一番効率がいいかなというふうに思いますね。それでまあその考古館に行くときにまあ注意しなきゃいけないことって実は結構ありまして、それやっぱり空いてるか空いてないかっていうのをまず一番注意しなきゃいけない。ことなんですね。で、ほとんどの考古館は月曜日お休みですね。で、ただ周りの施設だと土日しかやってないっていうところもあったりします、ね、かつ朝は9時か10時スタートが多くて、終わりはまあ5時終わりが多いですね。4時半っていうのは4時半っていうのがありますね。はい。ちなみにですね、今日ここに来るまでに岡平貝塚を見に行ってきたんですね。ちょうどいいやと思って。で、岡平貝塚にはもう展示施設がありまして、そこもついでに見ていこうと思ったんですけど、そこは今日祝日はお休みということで空いていなかった。ちゃんと調べてないとこういうことになりますね。本当によくあるので。でも祝日って普通はやってるというふうに完全に思っちゃってたんですね。で、月曜日は休みっていうのを見てたんですよ、ホームページでちらっと。月曜日休みか、じゃあ大丈夫かな。気をつけなきゃいけないのは、祝日が日曜日にぶつかった時の月曜日どうするかとかは個別に問い合わせないと。そうですね。ただ、まあちょっとそれはもう少し後に、なんていうんですかね、ハプニングとか困難の話をしようと思っているので、その辺に回しますが、とにかく今日一回僕らは失敗してますね。で、岡平の貝塚がすごくいいところで、ここからまあ3、40分ぐらい車で行けば行けるんですが、すごくこう開けた場所で、ほとんど海藻が見えちゃってるというか。ただそこで今日看板に書いてあったのは、
イノシシ出現中。終日って書いてある。終日出現中って書いてあるんですね。口越しじゃないです。熱心な。熱心な。熱心な。休日だろうが、朝だろうが夜だろうが出現しますよね。あとマムシも出ますって書いてあったので、なかなか困難がいろいろありますね。実際ちょっとなんかこう脇道のところを降りていったら本当に出そうでしたよね。イノシシを仕掛けてますっていうのは書いてありましたけど、ちょうどなんかイノシシが飛び出てきそうな雰囲気が、雰囲気の脇の雑木林の穴とか穴っていうかこう獣道みたいなのがあったりとかして、すごい本当に出てきそうだったなと思いました。なので考古館っていうのはすごくちゃんと調べていくっていうのはすごい大切だなと思っています。じゃあまあ考古館巡りの注意点みたいなの話をしましょうか。皆さん考古館巡りとかしますか？ってしてる方っていますか？あ、プロの方もいます。